こんにちは、なにわ金太郎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は芸能人裏話、モノマネ名人だった森雅子さん、ハラハラ人生とは、こんなお話をさせていただきます。最後までご視聴ください。また終わりにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。現在は引退されてテレビには出なくなった森雅子さん、先生で歌手デビューしスターにのし上がった森雅子さん、この疑いを聞いた時私も驚きました。見事な歌唱力で歌手として地位を築いたのはもちろんのこと、コンサートでは爆笑コントまで披露し観客たちを楽しませてくれましたが、しかし森雅子にはもう一つの顔がありました。歌が上手でモノマネ名人と言われたことは皆さんもよくご存知ですよね。中でも美空ひばりさんの子役時代のモノマネをテレビで披露したことで当時大きな話題になりました。森雅子さんが50何歳の時に、番組名ははっきり私も覚えておりませんが、多分昭和スターお宝映像発掘とかいう番組だったような記憶しております。子役時代の美空ひばりさんに扮して歌う姿に周りは驚きました。その番組ではひばりさんそっくりの衣装で森雅子さんがゲストの前で歌うという、ひばりさんの初期の名曲「悲しき口笛」や「東京キッド」を歌い上げ、スタジオの出演者たちからはすごいと思わず驚かせたそうです。私が知る昔のものまでは顔の形や衣装を変身してみんなの笑いを誘うものまででしたよね。そんなものまねじゃなくて森雅子さんのものまねは実力があって正統派そのものでした。真似る歌詞の歌い方や細かいイントネーションなども見事に真似て演じている素晴らしい名人芸だったことは私の記憶にあります。有名だったテレビ番組象印スターモノマネ大合戦という玉置浩さんの司会の番組では、あなたが出れば必ず優勝するのでもうこの番組に来ないでほしいと審査員に言われて、その番組に二度と出ることがなかったそうです。たまに放送しているモノマネ番組でも雅子ちゃんは他人の人とは歌の上手さが違いすぎるのでなどとやんわりと言われたようです。その後はあのお笑いのコロッケさんたちが初優勝し四天王が生まれましたが、当然雅子さんはその当期以来モノマネ番組は出なくなり、現在はモノマネの番組も見かけなくなりましたね。雅子さんは引退されて現在どうされているのでしょうね。1970年代の歌謡界で郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎が新御三家として偉大な人気を誇ったが、同時期に幅広い層から支持された人気の女性アイドル3人が森雅子、桜田淳子、山口百恵でした。初代グランドチャンピオンに輝き、翌年の1972年7月にシングル「先生」で歌手デビューすると、いきなり大ヒットを記録しました。桜田淳子さんはあの持ち前の明るさと才能でスター誕生の1972年の決勝大会で第4代グランドチャンピオンに輝き、その番組では史上最高の25社から獲得の意向を示すプラカードが上がり、山口百恵さんは森雅子のデビューを見て、私にもできるかも、1972年にスター誕生に出場して準優勝で20社からプラカードを上がり、1973年に年頃で歌手デビューして、続いて発売した曲に私は耳を疑いました。2枚目のシングル「青い果実」が最高位9位を記録して、世間の注目度も一気に高まり、大人びた内容の歌詞は翌年に発売された5枚目の「ひと夏の経験」に引き継がれ、中学生の女の子がこんな歌を歌うのかと私は驚いたことを覚えています。
中学生のまだまだあどけなさがありましたが、当時の桃江さんは独特の雰囲気をまとっていましたね。3人ともデビューした時期は少しずつ違っていますが、同じ学年ということで花の中3トリオとして結成され、歌番組などで共演する機会も多くなり、歌謡界を盛り上げる3人でした。しかし現在引退された森まさこさん、2019年を最後に芸能界を引退発表して、故郷の栃木県のコンサートをもって最後の活動を終了しています。歌も上手くてモノマネ上手だったイメージですが、芸能界を引退され今何をしているのかも気になりますね。たまには私たちに元気な姿を見せてほしいものですね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またよければグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。